つ。堪忍袋の尾、真島から。堪忍して堪忍してと、その手品師は飼い犬の目で僕を見た。堪忍してやってもいい気はしていたけれど、堪忍してと言われるとしたくなくなるのが人情で、むしろその堪忍を、その手品師は袋の中に溜め込んでいるその様を僕に見せつけるべきだったんだ。そう思って何かしらそういった袋の中の堪忍や観念、あるいは思想といったものそういった枠組みに関していろいろと放り込まれているはずのその袋を、どうしてもその手品師は僕に見せてくれようとしない。何回頼んでも堪忍して堪忍してと、いつも僕に懇願してくる。だけど僕はそろそろその懇願を振り切って我慢をやめるべきなのではないだろうか、と僕はそう考えた。だから必要なのは堪忍袋ではなく観念袋なの。観念袋の尾も必要だが、観念袋の尾も必要で、観念袋の身も必要だ。観念身、観念身、僕がそうつぶやくと、手品師は今にも内臓がすべて口から出そうな顔をした。それは観念の逆流だったその手品師が今まで生きてきて培ってきたすべての観念、あるいは思想、そういった枠組み的なものがすべて実体化して僕の目の前に次から次へと吐き出されていき、それはやがて街を覆って、海と一体化していつしか大地を覆い尽くすだろう。一問一答モノマネで、お題は極度の人見知り、真島から。いやー、恥ずかしい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 というセリフだけで一人芝居をやったのは私が30歳の時。島から。
ました。